1975年オランダグランプリ、白いマシンヘスケス308フォードに乗ったジェームズ・ハントはフェラーリのラウダを抑えトップのままファイナルラップに入った。ラウダはチャンピオン候補、ハントはデビュー2年目の新人であった。ジェームズ・ハント27歳、 F1 初優勝。この勝利が76年の大躍進への起爆剤になっていく。ニキ・ラウダという大物を抑えて優勝したことは初勝利以上の喜びでした。しかし1975年いっぱいでヘスケスレーシングは活動を縮小した。マクラーレンのようなトップチームに入ることはとても難しいことですが、マクラーレンチームが僕のためにシートが空いていると言ってくれて嬉しかった。とてもラッキーでした。ちょっと身構えましたけどね。何しろマクラーレンはすごいチームだし、僕は2度ワールドチャンピオンを取った人の代わりに入るんですから。エマーソンがチームを去るという話をした時、我々としては2人のドライバーを考えたんです。一人はニキ・ラウダであり、もう一人がジェームズ・ハント。我々は体力的にしっかりとしていて、速い人間を求めてました。それに、フラストレーションのたまるレース界でも、紳士的でいられる人物を求めていたんですね。開幕戦のブラジルで初めてポールポジションを取りました。シーズンを通して半分のレース。3位にシャンペーンはなかった。でもワールドチャンピオンになったのだ。昔は2年連続チャンピオンというのがあったけど、今はありません。でも僕はこれからもできる限りやってみるつもりです。ジェームズ・ハントは79年に引退。テレビ解説者として活躍したが、1993年6月14日、45歳でこの世を去った。